ビダコ境の母が残したものは2018年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。母の死をきっかけに同居することになったメキシコ系アメリカ人の姉妹を描く。ターニャ・サラチョが制作、脚本を務めメリス・サバレラ、ミシェル・プラダラが出演する。アメリカでは2018年5月からスターズで放送が開始され、2020年の最終第三。 シーズンで完結した。日本では2020年4月から、Apple TV チャンネルのスターズプレイで配信された。本作は高く評価され、2019年のグラッド、メディア賞最優秀、コメディシリーズ部門を受賞した。母の死をきっかけに昔住んでいた、ロサンゼルスのイーストサイドに戻ってきた、メキシコ系アメリカ人の姉妹、エマトリン。 住んでいた場所も性格も違う二人は距離を置くこともできない状況に陥り、過去と母親の正体について衝撃的な真実に直面することになる。ビダ故郷の母が残したもののキャスト、ジョーダン・からメリッサ・バレラ、ミシェル・プラダ、ロバータ・コリンドレス。2016年1月8日、カリフォルニア州パサデナで開催されたテレビ批評家協会のプレスツアーで、 同シリーズが開発中であることが発表された。当時のタイトルはポアビーダでリチャード・ビレーガス・ジュニアの同名の短編小説にインスパイアされている。2017年9月13日、スターズがビーダを正式に発注したことを発表。ターニャ・サラチョがシリーズのショーランナーを務め、ラテン系の脚本家を集めた。同様にキャスティングディレクター、作曲家、 編集者もすべて女性とラテン系であり、サラチョはさらに LGBTQ の表現をシリーズに吹き込んだ。2018年1月12日、毎年恒例のテレビ批評家協会冬のプレスツアーで、2018年5月6日に放送が始まることが発表された。2018年6月12日、スターズが同シリーズを第二シーズンに向けてリニューアルしたことが報じられた。 2019年5月31日、第3シーズンに向けてリニューアルしたことが報じられた。2020年3月18日、第3シーズンがシリーズの最終シーズンとなることが報じられた。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは、批評集積サイトのロッテ点トマト図に39件のレビューがあり、批評家支持率は100%。 平均点は10点満点で8.06点となっている。また、メトクリティックには22件のレビューがあり、過重平均値は78、100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに4件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で8.5点となっている。また、メトクリティックには5件のレビューがあり、過重平均値は82、 100となっている。第3シーズンは6点トマトズ20件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で8.76点となっている。また、メトクリティックには5件のレビューがあり、過重平均値は83、100となっている。ありがとうございます。